どうもすみません。当日の朝になってしまいましたが、週刊賞の予想になります。ちょっと来週の喫花賞はすごいメンバーが揃ってるんですけれども、この牝馬の方、週刊賞に関しては、まあちょっと G1 としては寂しいメンバーになったかなっていうところがありますね。パールコードやジュエラー、この辺が好調だったらいいんですけれども、 追い切り映像を見た限りでは本当にいい頃の感じではないんじゃないかなっていうところがあってまあこれもまたそのパドックでバタ体見てみたら意外と仕上がりいい可能性はあるんですけれどもまあ追い切り映像を見た限りではちょっとビッシュあたりが抜けてるのかなっていうところがありますねただその ビッシュが抜けてるっていう風に取れる理由っていうのは戸崎騎手が乗るっていうことですよね。三重のサクシードとかカイザーバルあたりもそんなには差はないとは思うんですけれどもやっぱりその超一流機種が乗ってるっていうことでビッシュを本命にせざるを得なかったかなっていうところがあります。というのも土曜日の府中品馬ステークスなんか見てても ジョッキーの差がもろに出ちゃってますよね、あのー、僕府中貧乏ステークスの予想は大外れだったんですけれども、まあ、そんな中で唯一読みが当た,った当たってたっていうのは馬場ですね開幕週の差し追い込みが効きやすい力のいる馬場から一転して2週目の今週ですね府中貧乏ステークスが行われた時の馬場っていうのは 軽めの馬場で前目の馬たちが有利な馬場になりました。それでな、だれ込むような競馬になっちゃったんですけれども、そんな中で馬場を読んで先行させたルメール騎手だとか、ミルコデムロ機種だとか、その辺の機種たちがしっかりと持ってきたっていう感じがありましたね。まあ、やっぱりそのジョッキーの差っていうのは？ 単純な技術の差だけじゃなくて頭の差だとか競馬に対する姿勢の差だとかそういったところもありますんでやっぱり馬場を呼んで勝負に出たポジション取りをしたりとかしてそれで一番良い進路取り一番良い乗り方をした馬たちそういったような馬たちが不品バステクスクは来たいうことです、ね、それでその「府中品バステックス」をクイーンズリングで買ったミルコ・デ・ムロ騎手 交付潮の波が激しい騎手でしてそれでずっと良くない状態が続いてたんですけどもここ1ヶ月ぐらいは条件戦なんか見ててもだいぶ持ち直してきててそれで土曜日なんかは絶好調で勝ちままくりましたあのこのミルコ・テムーロ騎手とルメール騎手福永騎手土崎騎手この辺の機種たち のののの違違いいいってううはそ性格だと思んですよねルメール騎手福永騎手戸崎騎手っていうのは,ののう、ね、うのは年間通してストイックに自己管理だとかあとはトレーニングだとかそういったことをやれるタイプだと思うんですけどもミルコ・デムロ騎手はやってはいるんでしょうけれどもやっぱりルメール騎手福永騎手戸崎騎手と比べると年間通してだとかそういったことに関しては。 多少差はあるでしょうからまあそれで、まあ、g 1の時期ということもあってミルコ・デムロ騎手がそういった管理に関してストイックさを増してきたんじゃないかなっていうところがあってそれでミルコ・デムロ騎手は好調になってきたんじゃないかなっていうふうに僕個人的には思ってます。やっぱりり性格のの違いっていうはは確実にありますし機種は 頑張ってない騎手っていうのはいないとは思うんですけれどもその努力だとか普段からのストイックさの差っていうのは確実にあると思いますんでなのでそういったところで好不調の波なんかも出ちゃってるのがミルコ・デ・ムーロ騎手かなっていうふうに感じてますでその土曜日好調だったミルコ・デ・ムーロ騎手がジュエラー乗りますよね ジュエラーはちょっともしかしたらいい時のジュエラーじゃないかもしれないんですけれどもそういった絶好調のミルコ・デムロ機種運も持っている機種ですんでここ一発の時に運を持っている機種なんでなのでそういった意味での怖さはあるんですが今回はそのビッシュを本命にするということになると絞らなきゃいけないんでビッシュとジュエラーの馬券を買うとあと1点か2点しか買えなくなるっていうこと。 そういったことを考えて配当面を考えて今回は消すっていう形になりましたで BiSH についてまた戻るんですけれども唯一不安点があるとすると戸崎騎手は本当もう文句なしの超一流騎手ではあるんですけれどもただ関西に関しては関西の競馬場に関しては戸崎騎手 そんんななには信頼を置けないんですよねやっぱり競馬場っていうのは違いがありまして特に関西の阪神京都っていうのは特殊なコースでして中山や東京と比べると乗り方が難しいんですよね仕掛けどころだとかあとはそうですね進路取りだとかそういったところが簡単ではないのでなので佐崎氏は条件戦なんか見てても 京都阪神では信頼性を欠きますなので今回は比較的単純なコースですね京都の内回りなんである程度は信頼してもいいとは思うんですがもしかしたら京都ということで戸崎騎手が自信を持って乗り切れなくてそれで中途半端なことをしてっていう可能性もなきにしもあらずなんで ビッシュを本命にしてますし能力は能力だとかあとは強さという意味では今回は一番信頼性は高いと思うんですけれどもまあ絶対ではないよっていうことはあの釘を刺しておきたいというかまあ特に3歳牝馬の G1 ですんで牝馬の G1 ということもありますんでなので。 まあ一番信頼性は高いけれどもっていうところですね。あとは、うちの方から一頭ずついきます。エンジェルフェイス。エンジェルフェイスはサンデー・サイレンスが入ってないんで、ギリギリのところでの瞬発力勝負だとか、スピード勝負、そういったところであんまり部が良くないんですよね。ただそれはですね、控える形だとあんまり良くないっていうことで、 というのも控える形になると勝負どころから緩急がついた時にスピード勝負だとかあとは瞬発力勝負だとかそういったところが影響しやすくなるんですけれども花を切った場合だとマイペースなんである程度はそういったところをカバーできる可能性があります。それで今回内枠1枠なんで行ければ行くと思うんですけれども行く可能性が高いと思うんですけれどもそうなってくると 大逃げだとか、あとは後半に玉砕的なペースメイクギアチェンジで後続に足を使わすような逃げをした場合っていうのは全くは無視できない馬だと思います。馬体面に関しては本当いい馬体してますし繁殖としてはもしかしたら可能性としていい繁殖になる可能性あるかなっていうぐらいのそういったような馬体してますしまあそうですね。まだ、 その完全に見限れないそういったような馬ではあるかなっていうところはあります。まあでも基本的にはその g 1ですし京都の内回りだとからといってスカスカの競馬で前が残りまくるっていうようなことっていうのはあまり多くはないレースなんですよね秋華賞っていうのは。なので内回り早い馬場だからといって。 エンジェェルフェイスが有利に運べるとととは限らないということですそれで今回は全くは無視できないんですけれども消すっていう形になりましたジュエラージュエラーはですねあのー、今回は今回の雰囲気今回の敵として能力の数値を下げましたあの絶好調の時のジュエラーっていうのはビッシュと遜色ないとは思うんですけれども なんちゅうかその体の使い方とかあとはその筋肉のつき方そういったところを見るとなんか物足りなく見えるんですよねこれがまた追い切り映像での判断でしかないのでパドックでバターを見た場合にはあれ思ったよりいいぞっていうふうになる可能性はあるんですけれどもまあその とにかく追い切り映像を見た限りではいい時のジュエラーには見えないということですね。雰囲気的にもちょっとっていう感じがあって、まあ牝馬っていうのは難しいので、なので、まあオークスの時は構想してたような馬たち、桜花賞の時は構想してたような馬たちが、秋は全然っていうことは普通にあるので、なので、ジュエラーに関しても、 春ののジジュエーラーーイメージではないないいっていうところありますねただそういった中でも元々は能力的には上の馬なんでなのでミルコ・デムロ騎手が絶好調っていうこともあります内枠引いたっていうことこういった運もありますんであとはそうですね他の馬たちが特別すごい強いっていうわけではないのでなので。 数値的にもそんなに差がないように、まあ、ミルコ・デムロ騎手の腕でなんとかできる可能性はあるかなっていうところですね。まあ、それでも人気してますし今回はあんまり買いたくないなっていう馬ですね。パールコード。パールコードもですね好調の時っていうのは京都の内回り 2,000m っていうことを考えると相当面白いんですけれども。 まあ、そうですね追い切りの雰囲気があんまり良くはないですね。いやただその前奏ですね前奏時っていうのは明らかに出来は良くないなっていう感じで判断できてたんですけれども今回に関しては追い切りの雰囲気特別良くはないんですけども悪くはないんですよね。というのはそのいい時のパールコードっていうのはバネを使うような。 大飛びな感じでバネがあるような走りをするんですけれども今回の追い切りを見ると馬体自体は仕上がってるんですけれどもただそのバネがあんまり感じられないそうでしたなんですけれどもただそのパルコードの追い切り映像っていうのが芝コースでの追い切りだったんですよね雨を含んだ芝コースでの追い切りでこのし雨を含んだ芝コースでの追い切り映像っていうのは 判判断断がが難ししいいいというか、ウッッドチップの方が逆に判断はしやすすんですよね。なのでちょっとパールコードに関してはジュエラーと比べるともっとパドックでバタンを見ないと分からないかなっていうところがありますただあの現時点ですよねあの追い切り映像を見た現時点ではパールコードは今回はあんまり買いたくないかなっていうところですね バタイの仕上がりとかは多分そんなに悪くはないんですけれどもプラスアルファーとしての本当にいい時のパールコードのバネがあるかどうかはパドックを見てみないと判断しかねるっていうことですねそんな感じですまあでもパールコードも川崎奇が載ってますしまあ他の馬たちと比べるとプラスアルファーはありますんであと内枠引いたっていうのもありますんでパドックの気配次第では 抑えなきゃいけない馬だと思います。パーシーズベスト。パーシーズベストはですね。まあ、あんまり器用じゃないというか、不器用なところがあって、まあ、スピード的にどうかなっていうところはあるんですけれども。ま、鞍上強化でルメール騎手が乗るということですね。ルメール騎手が乗るということは終えるということだけじゃなくて。 道中のコンタクトからレベルが違いますんで、なので、まあ、道中から馬が進んでいく可能性があります。そうなってくると今までと違ったパーシーズベストが見れる可能性はなきにしもあらずです。ただそのルメール機種が乗っても能力が足りないっていうことは普通にありますんで、なので、まあその辺が判断が。 まだ難しい段階の馬かなっていうところですね。で、まあ、その構想できるパターンとしては、ワンペース気味、ハイペース気味の競馬、もしくはスローでも勝負どころから他の馬たちが早仕掛け気味になって、なし崩しに足を使った場合、そういった場合にパーシーズベストがついていけた場合ですね。そうういいった場合っていうのは ルルメー騎手ですしあとは直線まで足が溜まってついていけた場合っていうのはこのパーシーズベストっていうのはしぶとい足がありますんでなので展開次第ではあとはルメール騎手でどうにかできた場合はこのパーシーズベストは全くないとは言い切れないレベルの馬だと思いますただ今までのイメージからするとかなり恵まれないとっていう感じはありますね レッドアバンセレッドアバンセはですねあのー、瞬発力がないんですよね。馬体の雰囲気だとかあとは追い切りの動きなんかはいいんですけれどもなんですけれどもそのメリハリの効いた足がないということですね。あとはそのあまり強引に動きすぎても早めにまくってって先頭に立つとかそういったような競馬をしても。 ゴー,ル前でゴール前まで辛抱できるそういったような能力があるかというとそこまでの能力もないと思いますただそういったところをカバーできる可能性があるのは武豊騎手あとは京都の芝 2,000m 内回りっていうことですね武豊騎手はレースの流れを読んで動いたり待ったりだとかそういったことができる機種クレバーな機種ですんでなので 例えば内回りで早仕掛けになって他の馬たちが早仕掛けでなし崩しに足を使っちゃったりするとそういった時に待ってそれで動くべきタイミングに一気に動くとかそういったことができたりあとはスローで他の騎手たちが動かない時にこういった大一番で思い切ったまくりですねそういったことができるのが竹豊騎手です。なのでもう本当に 単純に馬だけで言うと厳しいんですけれどもいいところのある馬なんでレッドアバンセはなのでその良いところを生かして今回一発だけカバーできる可能性がある機種、それが武豊騎手なんでなのでそういった意味でも一発があるかもしれないという意味ではレッドアバンセは本当は抑えた方がいいです僕がもう1点2点変えるんでしたらレッドアバンセは 抑えますそれぐらいの評価はしてます月火口はですね春の時はなかなかいいところあるかなっていうふうに感じてたんですけれども、まあ、前走パドックで見た時なんかちょっと馬の雰囲気がしぼんだような感じというかなんか春の時みたいな良さは感じなかったですね。あとその前走 逃げたか先行したかだったと思うんですけれどもそういう戦法を取るとなかなか足がたまらないタイプだと思うんですよね持続的に足を使えないところがありますんでなので控える形サスケーを覚えさせた方がこの馬は状態は上がっていくんじゃないかなっていう風に感じてます逃げ先行でも構想できるパターンはあるとは思うんですけれども確率の問題で言うと 刺す競馬うちの方で足をためるような競馬をさせた方が構想できる確率は高くなってくるかなというところですね。まあそういった中でちょっとあの今回は状態面だとかいろんなことを考えて厳しいかなというふうに考えてます。ビブロスビブブロロススははですねあの前走は結構な不利を受けまして一旦後退してて一そこから ししてきてき着に上がりましたビッシュの2着だったんですけれどもあの不りがなければビッシュと好勝負できたかというと僕はそうは思わないですね。ビブロスはいい馬ではあるんですけれどもパンチが足りないというかちょっとその切れ味という意味ではビッシュとか。 あとは他の馬たちがしっかりと末足を繰り出せた場合っていうのは一歩足りないかなっていうところがあります。まあ、馬体の感じとかあとはメンタルなんかもいいところありますしいい馬ではあるんですけれどもちょっとメンバーが強くなってくると乗り方が難しくなってくるかなっていうところはありますね。自分の力は出せても勝ち切るっていうことに関しては結構厳しくなってくると思います。 まただその指す競馬を覚えてきてこの馬なりのいい競馬いい形っていうのは見えてきたと思いますんでなので他の馬たちがどっかで無駄足を使ったりだとか展開がはまれば十分1着2着に来る可能性はあるかなっていう馬ですね。まあ、全体的な能力的には高い評価をしてるんですけどもその決め足ですね。 決定だっっていいいううのをイメージできないそういったようううな馬といいのがビーブロスっていうことですねただこの京都の内回りっていうのはコーナーから他の馬たちが足を使っちゃう可能性がありますんでそういったところでいい部分が出る可能性は普通にありますんで印は本当はつけたい馬ではあるっていう感じですね。電光安住電光安住はですね まあ足を貯めればそれなりには足を使うんですけれども多分まだどちらかというと左回りの方がいいんじゃないかなっていうところはありますね右回りだとその足をために貯めても使える足に限界があるというかなんかフットワークが小さい感じはありますねまあそれでもだいぶ右回りこなせるようになってきましたし で、まあ、で安定してきてきはいますんでなのでなくはないとは思うんですがただ右回りの電光暗示を見てきた限りでは他の馬たちが止まってくれないとっていう感じはありますね。なので馬体面に関してはいいところはありますし条件さえ変われば左回りの16008だとかその辺になったら一変する可能性はあるんですけれども。 まあ右回りのこの条件となるとハマらなければっていうところがありますね、まあ、能力的には足りますんであとは瞬発力のメリハリの効いた足が足りないっていうところをカバーできればっていう感じですクロコスミアクロコスミアは本当は印つけたいですねあと一頭印をつけられるとしたらクロコスミアはつけるかなっていうところがありますただその一番人気の ビッシュを本命にしましまたんで絞らないと見栄えが良くないということですね。その予想なんか当てりゃいいってもんじゃないので、なので見栄えとしてこういう形にしました。まあ人気のない馬を本命にしてたら手広くしてもいいんでしょうけれどもっていうところですね。で、クロコスミアはですね、ステイゴールドサンクでどちらかというと、 力のいいいるるだとかかか時計のかかる馬場の方ががいいイメージがあります。なんですけれども、まあ、これぐらいのメンバーまででしかもペースが流れやすい内回り 2,000m って考えると黒コスミは全然コースだとかババだとか問題ない可能性はあるかなっていうふうに思いますし岩滝州も調子の方徐々に。 マシになってきてきますし追える機種でもありますしそういったことを考えると普通に印つけてもいい馬なのかなというところはあるんですが、まあ、そのやっぱり条件的に半身よりかは落ちるかなというところがあって本当に絞るんでしたらという形で無印にしました。 まあでも、全然普通に走ってもおかしくない馬ですし、指す競馬も全然できる馬なんで、なので、逃げなくてもいい馬ですし、控えて3番手、4番手で内目の方から競馬をした方がいいところが出る可能性はあると思います。フロント役員フロント役員の前走は3着したんですが、不利があったとはいえ、内目の方からロスなく立ち回って、外に出したっていう。 そういったような理想的な進路取りを取れたのに。ギリギリ三着というところに、ちょっと能力の差を感じたかなっていうところがありますね。まあ、その本当に絶好。調の時のフロント役員だともうちょっと持続的に足を使えるイメージは湧くんですけれども。なんか今のフロント役員を見ると体を。 うまく使い切れてないというかなんか足先に頼りすぎてるようなフットワークしてますんでなのでその辺に関してもロングスパートが必要な競馬になった場合にどうかなっていうところがありますなのでうまくごまかしごまかし回ってきて他の馬たちが止まればっていうそういった程度かなっていうふうに今回は考えてますウィン・ファビラスウィン・ファビラスはですね 全然人気ないでしょうけれどもデッがいいのでこの京都内回りの場合はその他の馬たちが早地掛けとかした場合に止まる可能性がありますんでそういった時に突っ込んでくる可能性はなきにしもあらずかなっていうふうに考えていますただその最近乗り方があまり良くないですねもっと腹くくって内に入れて中段もしくは後方の内に入れて ごまかしながら回ってくるような競馬をすればいいんですけれどもまあ変に前に行かそうとしたりだとかあとは外回ったりだとかそういったような競馬も目立ちますんで、まあ、もっと一発を狙うような乗り方をしてほしいなっていうところはありますねでこのウィン・ファビュラスっていう馬は 2000m は多分ギリギリかちょっと長いかなっていう感じになってきていると思いますなので 理想を言えば今後は1 0 0とか1200メートルとかそういったところを使った方が構想できる可能性は高いかなっていうふうに見てますあのウィン・ファビラス自体能力自体はそんなに悪くないので条件を下げてそれで距離を縮めてみたらいいところがあるかもしれないなっていうふうに見てますワンダーピルエット ワンダーピルエットはですねまあ、ダートの方がいい馬だとは思うんですが、まあ、それでももしかしたら芝走るかもしれないなっていう感じのフットワークしてますんでなので、まあ、ここで飛びつくような馬ではないんですけれども、まあ、どっかで芝で走る可能性はなきにしもあらずかなっていうふうに見てます。 その気象的に本気で走らないところがあってゴール前とか追えコマ牧菊衆が追ったからなんとか勝ったっていうところがあってまあ多分波ののだだったら、ら本気で走らないいタイプの馬だと思います。そういった中でコ小牧衆が引き続き乗ってくれますしま本気で走って芝がどハマりした場合ですねダート走ってた馬が芝に代わって。 なんか縛って走ってて気分いいなっていう感じになる馬結構いますんで、まあ、その芝の気分の良さそういったところで「花か2番手」とか「縦長ばらける展開」そういったような時になった時に可能性としてはなきにしもあらずかなっていうふうに考えてるんですが基本的にはやっぱり g 1の芝でそこまで先行馬に有利になるような。 レースでも三重のサクシードはちょっといい思いさせてもらったんで好きな馬なんですけれども前々走に関しては多少展開が向いたかなっていうところはありましたが前走に関しては展開が向いたとは言えない中で外外を回って抑えきれない手応えで抜け出しました。 まあ,あの競馬見て強いなっていうふうに確信したんですけれども追い切りの雰囲気いいですしまあただそのパロックで馬体なんか見てると後ろ足が縦に入っているように見えるようなそういったような馬体してますんでまあ相手が強くなるとどうかなっていうふうに見えがちなんですけれどもこのま走ってみると後ろ足が大きく動いて可動域が広いんですよね。なので パドックの見た目よりも走ってみるとすごいいいタイプの馬です。で、まあ、今まではメンバーが弱かったんで手応えよく外回れたんですけども今回は勝負どころから緩急がついた場合にスッと動けるかどうかですねあとビッシュをマークしたりとかした場合にスッと動けるかっていうことです。でまあ、その辺に関しても 超一流騎士だったらある程度は対応できる可能性があるんですけれども川島騎士は超一流かというとそういった成績ではないのでなのでここ一番で思い切った競馬ですねあの思い切った仕掛け進路取りができるかどうかまあその結構ベテランに近い 年型に,にはまった競馬っていうのはある程度できるでしょうし型、まあ、にはまった競馬をしてそれで力負けっていうふうに見えるようなそういったような競馬はできるかもしれないんですけれどもまあそれは言い訳ができるような競馬でしかないのでなのでやっぱり騎手の腕でどうにかしなきゃいけない時っていうのは。 展開によってては出てくると思いますなのでその型にはまった考え方じゃなくてレース展開に応じての対応ですねそういったところができるかどうか今回は注目してみたいなっていうところですね。なので三重のサクシードに関してはその乗り方進路取り仕掛けのタイミングそういったことがどハマりしない場合はあのー うまくいかなかった場合は全くっていう可能性はあると思います。なので、ここ一番で川島騎手がうまく乗れるかどうかっていうところですね。BiSH の方がちょっとまだ強いかなっていうイメージはあるんですけれども、展開、乗り方一つで逆転できる、そういったようなレベルの馬ですので、僕は今回は、三重のサクシードは買いたいなっていうふうに思ってます。単も抑えて というか基本副賞メインで勝ってビッシュとの一点っていうのは集めに行きたいと思います。とカイザーバルカイザーバルはどちらかというと中段もしくは後方で足を溜めた方がいいタイプだとは思うんですが前走に関しては前残りの馬場展開ということで前目の内目の方からロスなく立ち回って権利を取ったっていう感じですね。 それでどちらかというと前奏みたいな雨を含んだ馬場や力のいる馬場よりかは軽い馬場の方が両馬場の方がいいと思いますんでなので条件は好転するかなっていうところはあるんですがただ外目の枠を引きましたんでどっかで内に入れたりして足を溜めれるかどうかですねこのまま足を溜めれないとあんまりいいところがないのでなので足を溜めて直線は真ん中ところ 外目ですね多分前目の馬たちが内目の方に密集する可能性が高いので真ん中どころを外目に出せるかっていうようなそういったようなところだと思います。まあ、とにかく足を貯めれるかっていうところで人気はそれなりにしてますんでちょっとそんなに妙味はないんですけれども軽く馬レント・ワイドで抑えるかなっていう感じですね今回は。 台湾ド,ドレッサーは将来的にはどうかっていうふうに思うんですがただ現時点での完成度が高いということあとはメンタル面もなかなかいいところがありますんでなのでまあラジオ日経賞みたいな競馬ができれば掲示板以上あってもおかしくはないかなっていうふうに思うんですがただそのメリハリの効いたピリッとした足がそんなにないですし。 あとある程度メンバーが強くなったということでうまく足をためながらうまく立ち回れなければっていう感じかなっていうところがあります現時点では本当完成度が高くいいところの多い馬なんですけれどもまあある程度他の馬たちが走らないっていう形じゃないと厳しいかもしれないなっていうふうに思ってますネオベルザンディ ネオベルザンディはマイペースで競馬できた場合は結構能力ありそうだなっていうところがあります。まあ、ちょっとここのメンバーに入るとどうかっていうところはあるんですがまだその自分の競馬ができるかどうか危ういところがありますんでなので、まあ、マイペースで競馬を運べるようになってくればいいところがあるかなっていうふうに思ってます。金賞雪姫金賞雪姫はですね スケール的にちょっと1枚2枚劣るかなっていうところはあるんですが、まあ、その器用に立ち回ったりだとかそういったことができやすいタイプではありますんで、まあ、うまく足をためながらちょろちょ,ちょろっと、えー、末足を活かせれば、まあ、構想できる可能性はあるかなっていう程度かなっていうところですねほ、まあ、他の馬たちが走らなければっていう感じですね。 え今回は馬券に関しては基本的にはミエノサクシードのタ淡クとそれとビッシュカイザーバルへの生まれんワイドをちょろちょろっと流すっていう感じですねあとはビッシュとカイザーバルの生まれもちょろちょろっと抑えてウィン・ファビラスも100円は抑えときたいかなっていう感じですね、えー 島根県住みます芸人というのをやっております吉本興業の A B C D E U 加減というコンビの東野スベロと申します。どうもすみません。失礼します。